ニハオ、オハオ、ダジャハオ、キムソンです、本日はですね、中国雲南省からお送りしております。まあ、見てください、このように超田舎に来ております。今日はですね、車をレンタルしてこの湖があるんですけど、アーハイっていう湖があるんですけれども、そこをですね、ちょっと車で、ぐるっと回りたいと思います。まずね、朝ごはん食べて、で車取りに行ってですね、ドライブ楽しみたいと思います。それでは行ってきます。はい、今からですね、朝ごはんをこちらのお店で食べたいと思います。まあ雲南ですね、雲南省は、ミーシェン、これ結構有名なんですよね。このミーシェン、グオチャオミーシェンって言って、まあ結構こう米線って書くんですけど、日本語で、まあ、これ有名なので、今日はね、朝ここでミーシェンを食べたいと思います。はい、朝ごはんです。来ました、ミーシェン。なんか餅みたいなね。さあ、では早速ドライブ始めたいと思います。で、まずどこ行くんやったっけ。200米方左转弯か。まずですね、そのまあちょっと有名な観光地に行きたいと思います。この車ですね、レンタルで借りてますが、1日レンタルで借りてます。そして1日が300元なんで、まあ、5000円ぐらいかな。そんなに高くないです。まあやっぱね、こう天気もいいし空気も綺麗なんで、まあ、オープンカー、まあ、ほとんどねレンタルもオープンカーがほとんどなんですけど、このねオープンカーありました。アウディ、アウディの A5 ですね。A5 ですね。A5 ガブリオレっていうのかな、これですね。さあ、今、車を降りてですね、この近くの、偶然っていうと、なんか古い町、古くからある町っていうような意味らしいです。で、ここがね、この偶然の入り口、これすごいですね、名前、正義の門って書いてます。じゃあ早速この中ブラブラしていきたいと思います。めっちゃ営業されてます。不用谢谢哈，他不做了，他不做了。こういう民族系のお店多いですね。なんかこうポンチョみたいな、上からかぶる系の、こういうのは多いですね。ちなみにさっき営業に負けてやってもらってました。
こんな雑貨とかおしゃれですね。460円、結構高い。はい、この雲南省ダーリーダーリーと言いますが、まあ、このようにですね、非常に小さい、まあ、古くからある町のようなところがですね点々としてまして、まあ、この湖周辺にも、あります。まあ、このようにですね、本当にいい雰囲気で、まあ、静かで、でね、おしゃれなコーヒー屋さんが多いですよね。こういうなんかパッと入ったところにコーヒー屋さんなんかがあって、非常にこう風情ある、街でございました。はい、先ほどのグージェンの方から戻ってきて、またね、ここは駐車場ですけど車で移動します。で、今回借りてるのがこのピンク色のなんとも可愛らしい色の車なんですけれども、車まだ紹介してなかったですね。これで、湖をね一周したいと思います。よよいしょ。いやー、で、中身はこんな感じですね。こんな風になってます。それではエンジンスタート。で、ここでね、オープンにできます。こんな感じで眩しい眩しい。よし、じゃあ行きましょう。出発します。いやー、この綺麗な雲南省の、ね、道をオープンカーで走るのは最高ですね。ここから40分ぐらいかけて、湖の反対側に行きます。そこでね、ちょっとこう行きたいカフェがあるみたいなんで、そこまで行ってきます。はい、それではですね、あとは、少しの間ドライブ動画をご覧ください。まあ、見ていただけると分かる通り、非常に、空が広くてですね、もう澄み渡ってます。超青空みたいな感じで、僕がいる、まあ、僕が滞在している期間は雨とかもなくてですね、ずっとこんな晴天のような状態。あ、で、なんでこの車をピンク色にしたんだっていうような声がね、聞こえてきそうなんですけども、色がねこれしかなかったんですよ。基本的にこのダイリでレンタカーってこのオープンカーになってるタイプがほとんどなんですよね。やっぱこう天気がいいし、で、特にこっちに観光に来る方はみんなオープンカーで楽しまれるような方が多いんで、まあオープンカーになってます。で、色がね、この A5 の色はこれしかなくて、他にも BM のなんかとかあるんですけど、あったんですけど、ちょうど貸し出し中で、まあ空いてるのがこれしかなかったと。あとはね、フォルクスワーゲンのビートルっていうのもあったんですよ。それやったらちょっとちっちゃいなと思って、こっちにしました。で、こう走ってるとですね、人がたくさんいるところにこう今ね出くわしまして、で、まあこの辺ちょっと車止めて、まあブラブラちょっと歩いてみようかっていうような感じです。あとはこのアーハイ
ちょっとなんかここ、湖沿いを走ってると、まあ琵琶湖に似てるかなとふと思いました。まあ、やっぱ関西人なんでね、なんかこう湖っていうと琵琶湖みたいなイメージがあるんですが、まあちょっとこう琵琶湖に似てるなっていう雰囲気がありますね。はい、では今から車を降りてブラブラしたいと思います。さあ今ちょっとたくさん人がいるところ見つけたので降りてきました。ものすごい、これカモメか、カモメの量、カモミじゃないかこれ、何の鳥やろこれ。どいあおどばば、うわすごいすごい、我们去哪里吗？頭上にね落とされたらたまらんのでね。这个怎么卖呀？哎，5块一根。要一根吗？要哪种？要草莓还是要山楂？好，我扫你一下。啊，这里呀。これはね、まあ中国でよく見かける。你要不要？我吃你的了。中国でよく見かけるね。水飴。老板要化了，多来一个。我们洗过，很正常的。多来一个吧。これはね中国でよく見かけるものなんですけど、こう周り水飴で中に、まあ、リンゴとか、まあ、いろんなこう果物を刺してこう水飴でコーティングしてるっていう、結構美味しいんですよこれ。シシこんな感じで、あ、いちご美味しい、甘い。あ、でもこれ水飴がめちゃくちゃ歯にくっつきますね、これ。美味しいですよ。これがですね、アーハイ、湖になります。詳しくちょっとテロップに出しておきますが、確か265万平方メートルやったかな。琵琶湖が600何十平方メートル、まあ、琵琶湖よりも小さいですね。はい、続きましてですね、今もうちょっと車を走らせて、ここはですね、シュアンラン古前というところになります。でここのね、この町すごい雰囲気よくて、あの湖沿いじゃないですか、湖沿いにこうカフェがねダーッと並んでて、すごいいい雰囲気のカフェがたくさんあります。ちょっとね今日もカフェ巡りしたいと思います。あのね湖沿いの雰囲気はめちゃくちゃいいですよ。なんかちょっとしたなんか本当にリゾート感が溢れるお店がたくさんあります。はい、これ見ていただけると分かるようにすごいねリゾート感あふれるカフェがあります。でここのお店だけじゃなくて、このね湖沿いにこういう雰囲気のお店がずらーってあるんですよ。見てください、この絶景。
この絶景を見ながらですねランチしたりカフェしたりできるんですね。この大理はいや本当ね、びっくりしました。なんか全然中国っぽくないというか、なんかこう大理のイメージ、雲南省のイメージがガラッと変わりました。皆さんも機会があればぜひ、訪れてみてください。さあ何軒かですねカフェちょっと回ったんですけど、ここにしました。見てください。じゃーん、めちゃくちゃいい雰囲気です。なんかここまあダイリ大理石のダイリって書くんですけど、こんなとことは思ってもなかったです。なんかね中国って感じがしない、すごいリゾート感あふれるいい感じのお店ですね。でここホテルと併設になってるみたいな感じですね。そしてね、そのテラスがありまして、じゃーん、めちゃくちゃ気持ちいいです。で数日前までいたあのリージャンに比べたらね温度も、そんなに、低くないので、日中は多分13、14度ぐらいあるんじゃないですかね。めちゃくちゃポカポカして過ごしやすいです。いかがだったでしょうか。大理アーハイというこの湖周辺、これ湖周辺回るのもまあ大体1日ぐらいかかるんですけど、まあ本当にね、いい時間を過ごせました。今日はこの辺にしたいと思います。よければいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは再见。